はい、こんにちは、カズオです。今日はね、ちょっと視聴者さんから、ライクアイさんからね、送っていただいた、クーラー送っていただいたんで、本当にありがとうございます。ちょっとね、8月に送っていただいたんですけど、ちょっとね、カレーのね、準備で忙しかったんで、ちょっとなかなか、取り付けできなくてね。ちょっと今、9月なんでね、取り付けできるように、ちょっと時間できましたんで、はい、ありがとうございます。ちょっとね、クーラー取り付けできたと思います。ちょっと、窓につける、コロナの、ピュアウィンドっていうね、まあ、本当にこう、なんかこう、全然ね、使えるね、素晴らしいものを、送っていただいたんでね、すいません、ライクアイさんがね、すいません、ちょっと時間経ってしまいましたけどね、じゃあ取り付けやっていこうと思います。ちょっとここのね、窓にはね、ちょっとね、少し大きくてできないんで、キッチンの窓にね、取り付けられるんじゃないかなっていうね、ちょっとやってみます。ありがとうございます。頑張ります。はい、こういう形ですね。ちょっとね、窓にね、取り付けるね、形でね、工事とか必要ないね、まあその、まあクーラーでね、僕の初めてですけどね、ちょっとね、暑かったんでね、今年の夏ね、ちょっとこう、クーラーがね、ちょっとやってみるのもいいかなっていうね、感じですよね。一回このね、本体と枠をね、ちょっとこう、その分けて、それで少しやるんですけど。あった。よし。はい、こっちのちょっと窓にね、できんじゃないかなってね。あれ？あ、ちょっとサイズ的にちょっと入んなかったな。ここちょっと無理だ。しまったな、せっかくもらったんだけど。あっちの部屋でできるかな。一応枠はね、こうつけて。で、あれだな、これ、鍵つけないとダメだな。取り付け、付け加える鍵ないとダメなんだな。ちょっと鍵、見つからないからちょっと買ってこなきゃダメだったな。ちょっと今日で完成できない。申し訳ない。ちょっとね、こう鍵ないとね、ダメだったから、ちょっと一回こう、やり直し、リセットで。明日、鍵買ってこようかな。100均とかで売ってるからね。OK。ちょっと今日はこういう感じで、ごめんなさい。中途半端でした。はい、アマゾンギフトね、いただきました。ありがとうございます。このね、ジュースと、グレープジュースったところを、なんか、かわいい招き猫。ちょっと早速、いただいてます。お疲れ様です。味が濃いですね。ありがとうございます。こちらのギフト、匿名希望様ですね。ありがとうございます。カツ丼チャンネル1周年おめでとうございます。ありがとうございます。祝、カレー屋オープンおめでとうございますってね。はい。カレー屋オープンと、活動 YouTuber ね、復帰1周年ね、両方祝っていただきました。同じだったんでね、タイミングがね。はい。ちょっとまあカレー屋はちょっと少し、廃業に、まあちょっと閉店になってしまったので、もう残念だったんですけども。すいません、ちょっとね、カレーのことでね、ちょっと少し忙しくて、ちょっと今のあれで、ちょっと紹介遅れてしまいました。ありがとうございます。いつもね、ご支援いただいてるね、匿名希望の方なんですけれども、本当にありがとうございます。なんかこの、招き猫ね、これは僕、Amazon ギフトに入れてなくて、これは匿名希望様がね、ちょっとこうオリジナルで送ってもらったんですけど、いいですね、これね、貯金箱なんですけど、貯金箱ね、いいですね、なんかこう、いや、僕すごくね、こう、好きですね、これ、なんかこう、キラキラして、なんかこう、キラキラ、こう、金運が上がりそうだし、
まあ、ここにね、500円こうさ、入れてさ、ちょっとお金貯めていって、何らかのこう、その事業をするときとか、なんかこう、まあ、どっちにしてちょっとお金は貯めていかなきゃなという気持ちでたんで、これちょっと活用させていただこうかなと思うんですよね。うん、まあ、500円をこう入れてね、まあ、毎日500円入れる、まあ、ちょっと貯金でね、こう少し明確にこうやって、やってこう、活用していこうと思います。いいですね。いいですね、これね。あと山登るときとか、この鈴、ね、まあ、壊れちゃうかな。うん、熊よけてね、わかんないけど。ありがとうございます。なんかすごく僕ね、もうすっごい気に入りました。マネキン猫。ありがとうございます。はい、お次のお品物ですね。いろいろいただきました。ありがとうございます。こちらが、これ、トウモロコシと、あと、オリエンタルマースのカレーレトルトいただきました。こちらが水鉄砲炎上対策としてね、いただきました。おぉ、すごい。あと、黒ネックキーホルダーは、千客万来ということでね。はい、縁起のいい黒猫、猫尽くしですね、今日はね。ジオラマアクリルスタンドということでね、中間のね、ちょっとね、立体のね、アクリルちょっともう組み立てさせていただきました。面白いですね、中間は。ちょっとなかなか独特のね、なんかこう面白い雰囲気のね、アニメ、まあ、漫画原作かな。うん。いいですね、これサウナ入ってんのかな。ね、サウナとか行きたいかな。うん。ありがとうございます。あと仮面ライダー、ブラックスタンド、シャドウムーンというね、ちょっと仮面ライダー。なんかすげえ、今の仮面ライダーってこういう感じなんだ。すごいな。はい、こちらのギフトね、インディゴ会話のレオン様からいただきました。ありがとうございます。カツ丼様、カレー屋、お疲れ様でした。またいつか店長になれることを我々ずっと応援しております。最近は消えた仲間たちも多いですが、近所の岩倉市には伝説の狂犬が帰ってきました。ぜひ、集団ストッカー戦にお越しください。あなたのいらっしゃる狂犬、集団、ちょっと穏やかじゃないですね。ちょっと怖いですね。推進、死の象徴に負けないための開運グッズとして、ブラックサン&シャドウムーンフィギュア等のギフトも同封させていただきました。アリに負けるなぁ、ね。アリ、オッケー。これアリなのかな、まあ、ちょっとアリっぽいですね。バッタなのかアリ。すごいなんかこうちょっと、まあ、リアルな感じですけどね。これまあそのあれですね。こうまああの、魔除けっていうかね、そういう感じでいいかもしれないですね。皆さんがね、送っていただいたいろんなね、フィギュアとかあるんで、それをね、ちょっと魔除けとしてね、まあこういう活動してますから、うん、まあちょっとそういうの、そういう発想はいいかなと思いますね。ありがとうございます。ちょっと守ってくれるでしょう。僕も、皆さんから送っていただいたね、いろんなフィギュアの念がね、僕を守ってくれるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。まあ、ちょっとなんか久しぶりですね、こういうのね。ピョンピョンってね。まあね、ちょっと曲がりカレー開業のためにね、ちょっとまあなんだこう頑張ってやってきて、まあちょっとまあちょっと少しそれでね、終わってしまってね、まあちょっと少しなんかこう自分と、まあちょっと立ち止まって、なんか向き合ってるような、まあちょっと数日間ですけどね。まああっという間に夏が終わりましたけどね。うん、まああっという間だったな。うん。まあ、おとといも言ったけど、まあ、カレー自体はね、こう、ちょっと続けたいので、日本のね、家庭のカレーもちょっとまた少し、ちょっと始めたいですし、まあ、どういう形でか、まあ、ちょっとレトルトの販売、ネット販売とかね、まあ、そういう形なら可能性あるんじゃないかなとかも思うし、まあ、もうちょっといろいろ資格とかね、ちょっといろいろ、まあ、それこそ大変なのかもしれないけど、まあ、冷凍食品販売のね、こう、資格とか、まあ、ちょっと、まあ、取ったりとか、まあ、そういう、まあ、うん。いろいろ、まあ、ちょっと今考えてます。いろいろ。まあ人としてね、成長していかなきゃいかんなと思いますよね。うん。やっぱダメなところはあるんでね。あまあなんか、うん。なんか、やんなきゃいけないことをこうグズグズしてね、後回しにしちゃったりとか、準備遅れたりとかね。まあそういうなんかダメなところとかね。そういうのはやっぱこう、もろ現れるんでね。そういうやっぱ、事業をこうね、こう、なんか挑戦しようとした時とかね。まあ一つずつ、うん。なかなか自分のね、まあ、短所克服っていうかね、そういうのはなかなかまあ、難しいですけどね。まあ、一歩ずつ、皆さんにね、知った激励いただきながらやっていくしかないですよね。うん。です。まあ、今日はちょっとこういうまったり動画になりました。クーラー取り付けね、ちょっと少し部品、鍵買ってきてね、また続編、お伝えしますんでね。ごめん、ちょっとゆらゆらてごめんね。です。ありがとうございました。うん、今日はこれで、あなたのいらっしゃる表現機関さんでした。